久保さん。今回は、あのー、久保さんの動画にコメントついてたんで、読み上げましょうか。去年給付金でドド、ドギコイン買ってそのオンにしておけばよ。置けばって最近思ってしまいました。全く関係ない話ですいませんと。<laughs> まあ、だから、たらればですね、今回。たられば。こうやっとけばよかったなみたいなね。たらればってあるじゃないですか。たられば。たられば痛め。<laughs> そうあのー、僕はあのー、僕も思いますね仮想通貨に関してはあんだけね爆上げで,ですよやばないですか <laughs>、ね、まあ、いろんなまあ、もちろんダメだったやつもありますけど大御所ビットコインビットコインなんかは、まあ、誰もが分かってたやつ誰もが、まあ、王道ですよねだけど王道で今600万ぐらいですか上がっててで1回200万まで上がって一気に下がったりとかねこう 繰り返してね、いろいろありましたけど、結局上がり続けてると。なんか噂によると1000万まで上がるんじゃねえかみたいな話もありますけどね。まあ、僕がビットコイン知ったのが、多分ね、5万円か10万円ぐらいで買える時だったと思うんですよね。で、それが1ビット600万でしょ今、今 <laughs>、うん。まあ、当時ね、そういう話出てましたけど、うさんくせえな、みたいな話ですよ。だけど僕がラッキーだったのが、 15年前ですよね。ネットビジネスうさんくせえなみたいな話じゃないですか。<laughs> うさんくさくないですか ?15 年前ですよ。今ほど全然情報ないし。うん。だけど、15年前ネットチャンスだと思ってね、ネットに飛び込めたのが、まあ、一つだけ良かったなと思いますね。うん。それ、それだけです。うん。15年前ネットに飛び込んで、ずっとネットビジネスをこうやって、 良かっったなって思います、ね、うんだからまあそうは言ってもねまあ僕は僕ですしまあ15年前からネットを始めてなんだろうなあのずっと続けてる人ってまあまあ少ないと思いますんでまあこれからまあ何をやるかですよね足られば言ってもしょうがないのでこれから何をしますかとうんまあこれからも僕はネットビジネスを続けます まあ正直、仮想通貨は、まあ確かにやっとけばよかったなとは思うんですけども、あの、リスクが絶対伴うので、僕はそのリスクを負いたくないんですよ。チキン野郎なんて。うん。みんなね、上がったコインばっかりやっぱ見たいじゃないですか。でも、全然上がらないコインもあったし、ね。でもその上がらないコインが上がるって言われて出るしね。どうすか。上がらないコインが、 消えていくコインが上がるって出てくるわけじゃないですか、最初は。プレスリリースとかも全部そうですけど、うちのコインはすごいんだって出てくる、全部そうやって出てくるわけですよ。で、それを100発100周当てるっていうのは難しいですよ。100発100周ですよ。うん。で、上がったと思ったら一気に下がる場合もあるじゃないですか。で、そこで一気一遊するっていう精神心理それもあるだろうし。だからもう本当にやるんだったら、 遊びでやるっていうね。遊び、余剰資金で僕はやるべきだなと僕は思ってます。それで増やすとかじゃなくて、遊びで増やすっていうね、もはや。うん、で、僕は余剰資金が今ないのでやらないって感じですかね。だからここを停するってことです。だからなんか自分の正義というか、自分が決めたことをやっぱ停止するっていうのは結構大事だと思いますよ。これはまあ、エフクスとかでもそうなんじゃないですかね。まあ僕もいろんな飼ってる先生とかに、 インタビューしたりとか、ね、僕はやってないけども、セミナー開いてね、セミナー参加してスタッフとしてね、いろんな先生の話聞いてきましたけど、やっぱり勝てる人っていうのは、もうルールをしっかり徹してますよ。自分の正義、自分のルールをしっかりね、ロジックを守ってる人です。でもう勝てない人は自分の正義もないし、自分のルールもないんですよ。うん。早く自分の正義、自分のルールを作っちゃうってことが大事じゃないですか。 だその、ドリームキラーと合わないとかね。だから僕も鹿児島へ行って思ったのが、やっぱりその人とこう立つっていうのはめちゃくちゃ大事なんだなと思いましたね。だ学んまあ、鹿児島へ行っていろんなことを学びました。うん。だから東京の人とも関わらない。まあ、ある一部の人とは関わったりとかしてますけれども、ほぼも関わってないですから。ほぼです。で、まあ、関わってた人、今沖縄行ったりとかしてます。沖縄に移住したらしくて。沖縄に移住したんだ、みたいな。 だから僕、東京で関わってる人、中村さんぐらいしかいないですね、まだ。あのー、関わってる人。だ中村さんと森くんっていう子がいたんですが森くんが今、沖縄移住しちゃったんですよ。だから、中村さんしかいないですね。その、今、関わってる東京の人が。<laughs> うん。なんで、まあでも、頻繁に関わってるわけでもないですしね。うん。まあ、たまにっていう感じで、あのー、連絡。まあ、 YouTube チャンネル、マスターマインドっていう YouTube チャンネルやってるっていうのがあって、まあ、そ,それでやってるわけなんですけど。まあ、他ないっすね、東京の人と関わることが。なので、でもめっちゃいいっすよ。めちゃくちゃいい。まあ、東京の人が悪いって言ってるわけじゃないんですけど、まあ、東京の人と関わらない方が僕はいいと思います。いや、東京の人が悪いって言ってるわけじゃないですよ。僕がたまたま、 僕が昔たまたまお付き合いあった人が東京にいるっていうただそれだけなんで。うん。別に東京の人が全員悪いわけではないですけど。はい。だからまあ、立つっていうのは結構大事ですね。うん。だからやっぱ田舎はいいんじゃないですかね。うん。まあ本当やっぱね、影響されるんで人間って。いろんなものに。うん。だって、まあ昔ね。なんかまあ、会議とかしてると、 いろんな話が出てくるわけですよ。こんなの儲かったら、あんなの儲かったら、こんなの儲かったってもう、めちゃめちゃ出てきますからね。いや、本当に。だって、その、初心者じゃないわけですよそ。そこの会議とかそういうの集まってるの。ね。もう、プロですよ。プロが、ね。プロが収集した情報がね、儲かる、儲かった情報がいっぱい集まってくるわけですよ。まあ、まあ、すごいですよね。<laughs> 何億円だ、どうのこうのだ、みたいなね。<laughs> まあそんな話聞いてたらね、まあなんか、パッパラパーになりますよ。はい。というふて、<laughs> なんだっけまあいいや、いってらっしゃい。